アメリカ合衆国へ移住し、ペンシルベニア大学芸術大学院に学んだ。彼女は1968年から1998年までフィラデルフィアの芸術大学で絵画と美術史の教授を務めた。1986年、家はアフロイコールアメリカンダンスアンサンブルの創設者であるアーサー・ホールからノースフィラデルフィアにある舞踊団のスタジオに隣接する。 利用が放棄された敷地に公園を作ることを持ちかけられた。家はこの敷地をモザイクの壁画と彫刻を施した樹木のある芸術公園へと変貌させた。この公園は1989年に家が共同創始者の一人となった芸術と人文学の村が立ち上げる契機となった。家は近隣住民やスタッフの支援を受けながら120カ所、 以上の敷地を庭園や公園に改変していった。この運動は空き家の改装によって芸術工房や若者のための劇場、そして教育プログラムを創出していった。2004年、家は芸術と人文学の村を離れ、国際的な活動に注力するようになった。2003年、家は裸足の芸術家たちを意味するベアフットアーティスツという非営利団体を立ち上げた。 フィラデルフィアで用いられたのと同じコンセプトとモデルによってベアフットアーティストは地域の住民に学びの機会を提供して力づけコミュニティを組織して各地の貧しいコミュニティを芸術の力を用いて変えていくために行動している。最近、家はルワンダ、ケニア、エクアドルや出身国である中国など10カ国で活動を展開している。 ベアフットアーティストの活動の一環として、家はルワンダヒーリングプロジェクトを創設した。このプロジェクトは、子供たちを対象に、ジェノサイドや内戦を経験した村のコミュニティに芸術を持ち込むことによって、平和をもたらそうとするものである。家はルワンダのルゲレロジェノサイド記念公園を2004年に設計し、公園は2005年に、 数百人の地元の村民たちの支援を得て建設された。ありがとうございます。